皆さんトイレなどに置いてあるこの機械覚えてますかね。あの風が出てくるハンドドライヤーです。あのコロナ禍になってほとんどこうバッテンマークが貼ってあったりとか使えなくなっているところが多いと思うんですが、去年ですね、経団連はハンドドライヤーの使用を容認しました。つまり使っていいということになってるんですね。ハンドドライヤーの再開の是非について取材しました。懐かしいですね、この感覚。2年ぶりぐらいですか。そう、コロナ禍になってほとんど使うことがなくなったハンドドライヤー、不便に感じる方も多いようで。思い出せないぐらいですけど、多分1年ぐらいは使ってないかもです。ハンカチ出すのめんどくさい時とかはあった方が便利だなとは思ってます。最後に使ったのは高校生、1、2年前ぐらいですかね。あったら使う、ちょっとだるいから自分もあれやった方がまあ便利だし、ハンカチ持ってない人とかはもう逆にそれで汚くなるでしょ。どこだったか忘れたんですけど、はい、結構最近1回だけ使いました。あ、本当ですか。はい、あ、でも嬉しかったです、単純にやっぱあれがないと、まあ、ハンカチ持ってったりしないといけないので。番組調べによると、天神にある多くの商業施設で使用できなくなっていることが分かりました。そんな中、最近 SNS である投稿が話題に。アップデートされとるところまだ少ないので対応できててすごいと思ってしまった。そこにはこんな画像が。経団連によりハンドドライヤーの利用でウイルスや菌が飛散しないことを科学的に確認したとして、当店におきましてもハンドドライヤーの再開をいたします。なんと北九州市の大型商業施設のトイレでハンドドライヤーが利用できるようになっていたんです。しかし本当に使用しても問題ないのでしょうか。それは遡ることおよそ1年前。経団連のホームページを見てみると、ハンドドライヤーの利用に関する記述が訂正してあることが確認できます。番組でいつもお世話になっている感染症専門医の山口先生に尋ねてみました。ハンドドライヤーを使用するのって感染症学的に問題はないんですか。まあ、今コロナに関してはハンドドライヤーはですね、停止にする必要はないんじゃないかと言われてますね。そもそもそのハンドドライヤーの禁止っていう話が、あんまりその、まあ、強い根拠がなくですね、私もどこからそういう話が出てきたのかはちょっと存じないんですけれども、新しい研究が出て、否定されたとか、まあ、そういうわけではないんですけれども。ちなみに先生自身は、もしハンドドライヤーが再開されるところが増えてきたら、お使いになりますか？はい、私も使います。まあ、ハンドドライヤーがなくって、で、代わりに紙とかが置かれているわけでもないということになると、濡れた手を拭けなくなるので、まあ、そちらの方がですね、やっぱり感染症のリスクも上がってしまうと。ハンドドライヤーを製造する三菱電機の担当者は、そもそもの前提についてこう指摘します。ハンドドライヤーというのはですね、室内の空気を搬送しているだけになりますので、感染者などからですね、出ます、くしゃみ、咳、唾といったですね、飛沫そのものを直接飛散させるものではないんですね。気持ち的にはやはり正直驚いてますし、困惑してます。一方、使用再開については賛否があり、不安視する人もいるといいます。そこで。実証やシミュレーションを私どもの方で実施しています。実験の条件は20人が7時間同じオフィスに滞在し、その中に感染者が1人いるというものです。2分ごとにトイレのハンドドライヤーを使用します。すると出てくる感染確率としては、私の調べでは 0.01% で、仮にこれが手洗いがですね、不十分な状態で使用した場合でも 0.87%という評価結論に至ってますので、非常にまあ低いパーセンテージということが分かっています。
その上で正しく利用するための注意点は、まず設置いただいている側からすると一番重要なのは製品自体は定期的に適切に清掃いただくことで、一方で利用される側からするともうこれはもう重要で大前提になりますけども、十分に手洗いをしていただいてから使っていただくこと、もうこれに尽きると思っています。